ラ・ブリアンツァ、奥野義之です。六本木ヒルズ・ブリアンツァは、晴れの日に、まあ日常でもそうなんですけど、なるべく、こう、ちょっといいことあったな、っていう時なんかに来ていただくと、すごく明るい雰囲気、木漏れ日の中で、美味しいイタリア料理を楽しく召し上がってもらえるような場所かもしれないですね。サン・ジョルジュ・ディ・チェルボですね。チェルボっていうリグーリアの、まあ、小高い丘の上にある小さい町ですけどね。日本みたいだなと思いました。実家は和歌山県で結構海も近かったし、シンプルに蒸し上げて焼き上げた魚、貝、タコ、食べた感じもすごくデリケートで、あ、なんかこれ日本で絶対面白い、受けるんだろうな、っていう感想でしたね、すぐに。イタリア料理のこの美味しさに、日本料理のこの美味しさが乗っかったらどうなるんだろうなとかっていう、簡単に言うと好奇心ですよね。僕自身が経験したいというか。まあそれが、自分の料理の変化、変遷につながってるのかもしれないですね。あとは、シニョーラ、そこのレストランのシェフですね。ママ、マンマなんですけど、カテリーナっていう名前なんですけど、やっぱりシェフであり、お母さんであり、まあ女性であり、それがすごく僕にとっては安心感があるというか、お母さんが作ったものが一番美味しいんだよっていうイタリアの考え方っていうのもなんか納得できる部分っていうのもあって、まあ、第二のお母さんみたいな感じでもあるし、料理の師匠でもあるし、みたいな。だから、女性シェフの下でちょっといろいろ勉強したいなと思うのもあって、まあ、シニョーラにお願いしたんですね。そしたら、紹介してくれるっていう感じで何店舗かだったっていう感じですかね。まあ、僕全部縁なんですね。自分から出店したいって言って出店した店って、ほぼないですね。やっぱり全店舗、ここもそうですし、六本木ヒルズ、もちろん森ビルから声かけていただいてますし、日本橋高島屋ももちろんそうですし、常盤橋三菱地所さんからもそうですし、六本木一丁目も森ビルなので、呼んでいただけてるので、まあそういう風な出会いが多いですよね。あんまりノーって言わないようにしてるんですよ。極力何でも受けると、せっかく持ってきてくれてる話なんだから、無限に断るの。しかもあんな大きい方々が、デベロッパーさんとかですよね。そんなちっちゃい人に、わざわざお願いしてくれてるんだから、なるべく。そこも出会えていけると、もっともっと面白い世界が広がるのかなと思いますよね。この出会いっていうのは、いろいろあって、僕はマッキー・マケモトさんであったりとか、伊藤明さんだったりとか、もう数々のフードライターさんですよね。が、なんだろう、本当に、おっくん、美味しいって何だと思う？質問してくれるんです。こんな質問されます？例えば、天気がジメジメしてるだけでも美味しくなかったりしない？例えば、おっくん、今日目の前が俺じゃなくて、大っ嫌いな人だったら美味しいって感じる？まあ、そりゃそうだな。そういう数々の偶発的な理由っていうものってあんまり料理人って考えてこないんですよ。やっぱり料理人って目の前のものをいかに美味しくしようかっていうことに、まあ、他に対して盲目になってしまうんですね。でも、食べ手の方々って、作り手の僕らよりも、よっぽど食べ込んでる人も多いですし、いろんなことを教えてくれる人も多かったですね。そういう出会いも、まあ、すごく僕の考え方とかを変えるきっかけになりましたね。強かったですね。諸子貫徹変わらずですけど、みんなが集まってくれる店。みんなだから、要するに、スタッフも含めてですけど、みんなが笑顔になってる店。であるべきだと思いますね。エンターテインメントっていう言葉がずーっとなんとなくは言われてたんですよ。飲食ってエンターテインメントだって。でも、この1年半を経て、本当にそれがはっきりと見えたなって思うので、つまり食べに行くだけではなく、そこで得るものであったり、感じるものっていうものが、ますます重要なという部分だな。ご褒美ですら健康的なものだったりとか、ナチュラルなものになってくるので、まあ、そこを加速させるのも、大事な僕らの役目なのかなっていうのは思ってますね。コロナがそれをものすごく皆さんにとってですよ。助長してると思うんですけど、東京駅の目の前だったら、バーカウンターも併設して、なんなら、まあ、コリドーじゃないけど、ちょっとナンパが起こるとか、30代、40代 F1 層の女性たちが、ほどって一体があるだったりとか。で、価格帯もそうですね。やっぱりそのぐらいの年齢の方が、行って、まあ、財布に厳しくない。っていうふうなことも考えます。そういうふうなことがベースではありますけど、
料理人ばっかり食べに来てるわけじゃないですし、この産業の中で働いてる人間だけが食べに来てるわけじゃないので、いろんな産業の中で働いてる方々といろんな話をして、で、その方々がどういうふうに思って食事してるのかなっていうのを知るっていうのは大事かもしれないですね。そういった意味での経験はとっても大事ですよね。皮切りになるのがカリフォルニア州ロサンゼルス、ハリウッドですね。ハリウッドに1店舗。例えばオーセンティックジャパニーズ、僕もまあ日本人なので、いくら英語多少喋れるよって言ってもネイティブじゃないので、でも日本に育って日本のご飯食べて成長して、で、ちょっとだけイタリア行ってイタリアの文化風習かじって、で、それをまた日本で展開して、僕のイタリア料理って多分、すごくイタリア人よりもイタリア料理を考えたと思うんです。一時に関して言えば。だからそういった部分ではイタリア人よりもイタリアの料理っていうものを、深く頭の中に叩き込んだと思うんですけども、やっぱり日本人に出してしまう時っていうのは僕のフィルター通ってくるので、それが東京イタリアンって言ってもいいのかなと思いますよね。僕が出したものが東京イタリアンで、あと僕がすべきことっていうのは、その現地のハリウッド、カリフォルニアの方に受け入れてもらうべき形にするっていうことですかね。まだ満足してないんですよ、結局。いろいろ試したいんですよね。だからそれがあるから、もうイタリアン一本原理から少し枝、葉をつけていきたいとか。まあ試してるんだと思いますね。で、みんなも、それを試してるのが面白いと思ってくれればいいなと思いますし、僕はこの会社21年やってるので、やっぱり21年っていろんなことあったんですよ。リーマンもあるし、ナイマンマンもあるし、コロナもあるわけじゃないですか。でもみんなのことを助けながら、みんな助けてもらいながら、多分結構一生懸命やってるんですよね。そしたら店も増えたし、まだ増えるし、きっとこれから先もっと尊敬する先輩にいろんなことを教えてもらって、で、いろんな尊敬する先輩たちと話してる僕を見て、あいつまあ信用できるんじゃないっていう、人から来るものって大きいじゃないですか。僕が僕のことを信用してくれよって言っても誰も信じないですし、だから、そうですね、周りの人ですかね、大事にして、自分の会社ちゃんとやるってことかな。